日本は直前になってようやく参加を決め、4つの競技に19人の選手を派遣しました。その中に日本初めてのレスリング代表選手内藤勝利がいました。内藤は留学していたアメリカペンシルベニア州立大学のレスリング部キャプテンとして活躍、時の駐米大使の推薦で代表選手になったのでした。内藤は試合中の怪我を乗り越え見事に銅メダルを獲得。この大会で日本にただ一つのメダルをもたらしました。第二次世界大戦後、日本がオリンピックに復帰した1952年ヘルシンキ大会。続いてバンタム級で6戦6勝の石井選手はこれも無敗のソ連バメダゴフ選手と対戦します。フリースタイルバンタム級の石井翔八はソビエトの選手を破って優勝、戦後初めての金メダルを獲得しました。レフェリーの判定反対上で、ついに石井はソ連のバメダゴフを破り日本選手団初の優勝を遂げました。続く1956年メルボルン大会では、日本選手団の旗手も務めたフェザー級の笹原昌三が期待通りの金メダル、ウェルター級池田光雄の金、ライト級笠原茂の銀と、日本はこの大会合わせて3個のメダルを獲得しました。1964年東京大会で日本は18階級中5階級を制する強さを見せました。あと5秒です。試合時間あと5秒。吉田入った。まずフライ級の吉田義勝が最初の金メダル。ゴング、ゴングです。日本の吉田、レスリング初の金メダル獲得であります。5秒になりました。あと5秒です。果敢な戦いぶりからアニマルのニックネームを持つフェザー級の渡辺治。両手を挙げて嬉しそう。上竹ポイントを加えました。バンタム級の上竹陽次郎がフリースタイルで3個目の金を獲得します。上竹勝ち。もじゃしから右に倒した。この後グレコローマンでもフライ級の花原勤。そして後ろに回ったバックコントロール、花原の右手が高々と上がりました。花原優勝であります。そしてバンタム級の市口正光がこの大会レスリングで5個目の金メダル。綺麗に手投げで返しまして、またトゥーンポイントを追加であります。もちろん市口の勝利であります。モントリオール大会では当時22歳52キロ級の高田裕二に期待がかかりました。決勝リーグに入りまして、高田はソビエトのイワノフを大差判定勝ちで破っておりまして、この試合に勝てば高田選手の金メダルが決定いたします。今度は高田がまた綺麗に返しました。左からの投げで返しまして、ニアホールの体勢、ブリッジの韓国のイオン、高田が攻めます。完全に攻めます。ホール、ホールであります。結局ホールを取りました。ホールを取りました。金メダル獲得であります。金メダル獲得、優勝おめでとう。高田は期待通り7試合中6試合でホール勝ちという圧倒的な強さで金メダル。日の丸が振られております。ベンジャミン IOC 委員から金メダルを受けました。4年後のモスクワ大会で高田は当然オリンピック2連覇を狙っていました。しかし日本はモスクワ大会をボイコット。オリンピックからダメです。毎日毎日1988年ソウル大会、高田はコーチとして三度オリンピックに戻ってきます。フリースタイル52キロ級の佐藤満は決勝で前回高田を破った選手との対戦になりました。オリンピック史上20個目の金メダルになります。日本アマチュアレスリングフリースタイル、さあ取った、取りました、佐藤金メダル。佐藤は判定勝ちで金メダル。高田はコーチとして世界の頂点に立ちました。